なんすか。あれ髪の毛どうしたんすか。髪の毛はまあ、え、まあ消えましたよね。え、あの青はこれはこれでよくないですか。これはこれってドン転換ゼロじゃないですか。青は全部流れてます。どんくらいで流れてます。10日ぐらい普通に何も気にしないで毎日シャンプーとリンスいつも使ってたやつを捨てた感じ。ケアしてよ。ノーケア、ノーケア。ケアしてよ。がっつりシャンプーしたから。まあ取りましょうよ早く次の。いやいや、ちょっと待って、だって青で1個も取ってないですよ。確かに、それは確かに。まあでもしょうがなくないですか。もう、もう一回行くのめんどくさいじゃないですかやっぱ。でもあれドンキってでも売ってますよね。染め子みたいな。そうそう、染めるやつ。ああ売ってる売ってる。青の方がいいですね。でもせっかくならね、まあ、このこれ着てるし青の方がいいかなっていうのはあるけど、まあめんどくさいしね。でもサクッと染められるんだったら全然やりたいけど。なんなんですかサクッといけるかってめんどくさいかって。染めてみましょうよ。どう、いますか。いや今いや、家帰ってゆっくりやりますよ。家帰ってゆっくりやる YouTuber いないんですよ。今この場でやる。ここで今ここでここお湯出ないよ、だって。はいはいはい、どうもドンチューバーのサトペンです。まあね、わたわた言われちゃったんで今からとりあえずね、まあサクッと髪の毛染めて綺麗にしていきたいと思います。ドンキ行ってきます。はい、ということでヘアカラーコーナー来ました。まあね、やっぱりドンキっていうことでいろいろ種類たくさんありますね。まあでもやっぱり青はそこまでないのかな。せっかくだったらね、美容室で染めてもらったような青色にしたいなと思うんですけど、どれがいいかな。でもなんかあっちになんか人気のやつあるみたいなんで、ちょっとあっち行ってみますか。あ、これこれこれなんですよ、カラートリートメント。これがちょっと人気らしくて、アナップのカラートリートメントですね。サンプルあるんですけど、青だとこれになるみたいなんですよね。これに、でもこの色になるんだったらやりたいなって思うけど、本当になる。これ行きましょうか。せっかくだったら青にしたいんで、このナイトブルー、これ試したい。はいはいはい。はい、ということでこちらのカラートリートメント買ってきました。このラップとね、櫛だけあれば多分なんとかなると思うんで、早速やってみようと思います。適量をつけてなじませる。あ、中はこんな色ですね。見えますかね。出してみます。もうあんまベタベタしてる。あ、なんか、ちょっととりあえずこんなもん。あ、結構もうなんかもうどうにもこうにもしようがない感じですよね。絶対なんか違う気がするんですけど合ってんすかね。まあ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 ね、まあ言ってもなんかもう手が早速こんななって、まあ、本当は多分ビニール手袋とかするんでしょうね。ここにちゃんとした鏡もないっていうね。後ろが多分ね見えないから。これでさ、俺の他に2人いるのに誰一人手伝ってくれない。とりあえずラップします。なんか多分10日前ぐらいにこんなことやられた気がするんで。多分こんな感じですよ、美容室。これで15分ぐらい置いてみます。はい、ということで15分やって経ちました。流していきたいと思います。止まってるといいですけどね。はいはいはい。ちょっとね、なんかお湯が出るみたいなんですけど、水なんですけど、水しか出てこないんですけど、ね、これ止まってこない気しますけどね、これだったら。冷てぇな。匂いはすごいいい匂いする。タオルすらなくてキッチンペーパーですけど、これタオルすら用意してもらえないってひどくないですか。キッチンペーパーで。はいはいはい。じゃーん、サンプル借りてきたんですけど、どれかな。これか、これです。これがサンプルで、実際染めてこんな感じ。
割とこのままかなと思ってて、ちょいちょいねこう実は甘いところもあるんですけど見えてなくて、そこら辺はねしっかり自分でやればもうちょっと綺麗に染まるのかなと思いつつ、いやまあ確かにこれ人気出るわなって感じです。まだ半分ぐらい残ってるんで、この髪の量だったら多分2回いけるかなって感じで、まあ、ただねちょっとね手がどうしても青くなっちゃったんで、あの皆さんは手袋してちゃんとやってください。どうすか、えめっちゃ良くないですか、個人的にはめっちゃ気に入ってるんですけど、髪染めるの嫌ですか、うん、やだ本当にめっちゃ青く入ってて割と気に入ってます。ダンチューブ